えー、国会議員のガーシーさんね。えー、ガーシーはね、うん、まあ、その前に他の国会議員のことをお話ししましょうか。あの、名前にも上がってこないような国会議員さんって、いるでしょう。国会議員って大体700人ちょっといるんですよ。その中で、スラスラと名前が出る人って10人ぐらいいますかね。多分、大臣になった人ですら、こんな人いたのみたいな感覚だと思うんですよ。で、大臣っていうのは、なんか、失言があった時とか、 なんかね、やじられることってあると思いますけども、でも、プライベートは用として知れないじゃないですか。かなり悪質なんですよ、実はね。特に大臣になるような人ってのは、もうね、あのここでは言い荒らせないようなね、あの、むちゃくちゃなんですよ。で、ガーシーなんて、スタジアムで、言ってみれば普通の人と同じようなやじをしてるだけなんですよ。<laughs> だからまさに普通の人ですね、その辺はね。いいんじゃないですかね。で、 ガーシーがね党員しないことをいろいろ言う人もいますけどもでも政治的な手腕を発揮してますからね、まあ、そういうのを結局あのオールドメディアって言って新聞とか雑誌とかねそういうふうな、ん、偏った報道しか見てない人っていうのはガーシーが何もしてないと思ってるんですけどもまああのすごい仕事してますよこの人はうんいわゆるね今までのステレオタイプの国会議員さん多くの人が 国会議員はこうあるべきっていうふな古いモデルにこだわった人から見るとガーシーのやってることっていうのはもう信じられないことだと思いますけどもまあけどねガーシーのやってることっていうのは多分この国は救いますねだから今そういうのを話しても理解できないと思うし本当かよと思っちゃったりとかねしまいにはあのそんな情報エビデンスはどうだとか言ってややこしいこと言う人がいるんで別にいちいち言わないですけども、うん そうですね、まあ一つとしては国会議員さんのね首の首根っこをこ掴んでますよガしシーはねまあ700人程度だったらね簡単ですよガしシーにしてみたら、えー、それこそね1万人規模で芸能人とかその取り巻きの人とかマネージャーとかねまあひいては一般人に関わる人まで、まあ、いろんな情報を持ってる人プラス集まってくる人ですから今ね今だからねあの逆インフルエンサーですよ ガーシーシはね日本で多分たった一人じゃないですかこういう人はいろんな闇から表から裏からの情報が集まってきてガーシー一人の手に握られてるわけですよそれは直接告発したりとか直接自分で何かねあの誰かを陥れることをそういった暴露ができない人のために密に情報がガーシーに集まってくるんですよねだからガーシーはこれからの世の中の流れを作ると思いますようんす,すごい重要な役割をしてると思いますまあでもね はためには遊んでたりとか仕事してないように見えるんですよ。それは今までの仕事のスタイルが仕事って思う古い頭の人がそう思うんですよ。<laughs> ちょっと先が見える人とかね、2手3手先を考えれる人って、ガーシーのやってることが今邪道でも王道と言われる日が来るってことが分かってますからね。まあ、だからね、このままね、ガーシーにね、思い通りやってもらいたいと思いますね。これが あの正しいとされる日が必ず来ますからねまあ5年もすれば分かりますよこれがでガーシーがもしねどっかで国会議員を辞めてしまったら多分ねあのものすごく抑えが効かなくなってもっと私たちは国会議員によって苦しめられると思いますしひどい目に遭うんじゃないですかねまあガーシー一人で何もかもできるってわけじゃないんですけども今のところガーシーの目があるから抑えがあるから派手なことができない国会議員の方 芸能プロダクション関係の方結構いますからね。まあ、NHK もそうだし、ずいぶん抑えられていると思いますよ。やべえと思ってね。だから今、ガーシーは抑止力を働かせるところですね。最初にバン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 ね、派手に打ち込んだところ、やべえ、あれが俺のとこ来たらどうしようと思う人がかなりいらっしゃいますんで、ガーシーにもう腫れ物を触るように。それこそね、なんとかこいつの、 影響力消えてくんないかなと思うわけですけども、もう消えないですよね。もう一回国会議員になったら、これね、国会議員の方よく分かってると思うんですけども、元国会議員なんですよね。元国会議員っていうのは、国会議員と同じぐらいの効力を持ちますし、元大臣っていうのはね、一週間でもやれば元大臣ですから。一生それがね、権力としてつきまとうことをよく知ってるんで、大臣っていうのは、なっちゃうやめて、だっちゃうやめてするんですよ。そうすると次の人にも、大臣っていう美味しい、 肩書き与えられるでしょう。そうやって身内で回し合っているのが自民党ですから。からガーシーはね、それを真似して、元国会議員という立場をこれからも使い続けると思うんですけども、だけどもね、ガーシーは基本的に糸の切れたタコですから、自分の思う通りに行きますよ。でもそれは、国民を、うん、ないがしろにしてってことではないです。どちらかというと、私たちのような同じ感覚、同じ腹黒さ、同じような妬みを持っている、まさに国民の代表がガーシーですよ。 ね、私たちとは違うような正義感を持ってる人国会議員の人に当てはめようとしても全然ダメですよ。それこそ、もう一回言いますけども、国会議員として名前も知られてない、活動も知られてない、顔も知られてないような人が、あの、国会の会期中に、目立たないのいいことに居眠りしたりサボったりするわけですよ。出席率悪いですからね、国会もね。だって仕事って毎日出るでしょ、私たちはね。国会なんて毎日出ないですよ。 毎日出る人ってのはいわゆるタレント国会議員みたいに目立つことによってね次も当選しようと思ってる人、ね、名前を売ってわざとみんながね激励に触れるようなことして Twitter にトレンドで取り上げられるようなことしてわざわざ話題を起こすために政策とは全く関係ないことで目立とうとしてる人なんですよまあそういうことが分かってくるとなかなか世の中も面白く見えてくるんですけどもまあ、世の中をね離れて 隠居してる私にとってみたら、まあ、もしかしたら関わりのないことかもしれないですね、はいってらっしゃい